ノーコンティニューでゲームを作るぜ。大変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、劇場版仮面ライダーエグゼドトゥルーエンディングデラックスマイティクリエイター VRX ガシャットです。はい、これは劇場版仮面ライダーエグゼドトゥルーエンディングに登場するクリエイターゲーマーに変身するためのガシャットで、シン・ダン・クロトじゃなくてダン・クロトシンが開発した新しいガシャットですね。クリエイターの名の通りゲームを作るためのゲームのガシャットで、エグゼード自体も PSVR 風のバイザーデザインになってて、今回はクリアパーツが使われておりますから未来的ですよね。外箱をぐるっと見回すとこうで、もちろん様々なデラックス玩具と連動しますし、映画を見た感じだと連動サウンドがいろいろ特徴的でしたが、実際はどんな音声なんでしょうか。ではレビューしていきます。というかこれまでクリアボディのガシャットって何気にありませんでしたよね。はい、開けると、おお未来的。さらに差し込み口のクリアパーツも透明じゃなくてブルーなんだ。発光してブルーに光るかと思ったら最初から青色。これは新しい。とはいえライダーガシャットも一応これで一段落って感じですよね。はい、中身はこうなってて、デラックスマイティクリエイター VRX ガシャット本体のみです。まず QR コードを読み取るとマイティクリエイター VRX の図鑑登録もできますね。そして本体も詳しく見ましょう。ぐるっと見回すとこうで、表側はクリアホワイトをベースにマイティクリエイター VRX でヘッドマウントディスプレイを装着したマイティがいて、横にはマイティクリエイター VRX の文字と、クリアパーツ部分はブルーで、裏側から見るとクリエイターゲーマーの絵柄があって、後ろは水色ですね。クリア仕様ということでだいぶ見た目の雰囲気が違いますよね。まずは単体音声を確認しましょう。1音目。あ、やっぱりスワベさんボイスなのかな？クロニクルガシャットとかツバイのボイスと同じように聞こえます。2音目。ゲームクリアで2音目がランダムかな？ゲームオーバーのサウンドも入ってて、裏側から見るとクリエイターゲーマーがはっきり映ってますね。マイティクリエイター VRX。 ではゲーマードライバーと連動。変身体験かな？変身！おなんかすごいよ。というか、スワベさんボイスイケボすぎ。やっぱりクロニクルガシャットと同じような連動サウンドが一部鳴って、その後にスワベさんボイスで、天地創造の力未来のゲーマーのマイティクリエイター VRX! ちょっとまだ僕初めて聞いたんで、音程がつかめておりませんが、そんな感じのサウンドが鳴りましたね。もう一回聞いてみましょう。うん、この辺の連動サウンドもクロニクルガシャットと同じだ。それとレベル1音声は鳴らない代わりに待機音声が鳴りましたね。ここで待機音が鳴るのがいい。
最後のガジャットでまたやたらと特別なサウンドが来ましたね。レベル3側では、なんて言ってる？フューチャーバーチャルマイティハチャメチャクリエイター VRX。 へえ、もう一回。なるほど、連動音声もハチャメチャ。変身解除。ちなみにクロニクルガシャットではこんな感じの連動音声が鳴ってました。やっぱり一部音声は共通ですね。決め技スロットホルダー、映画では神技と聞こえましたがどうでしょうか。うん、やっぱり神技だ。で発行して、マイティークリティカルストライク、これもランダム音声があるはず。神業、お、進撃の一発。これ映画ではよく聞き取れなかったんですが、進撃の一発か。ここでも超特別な音声。ガシャコンブレイカーでは、マイティークリティカルフィニッシュ。ちなみに映画本編ではガシャとこうやっていろんなものを描いてクリエイトしてましたね。キースラッシャーでは、クリエイターだ。でもスワベさんボイスということで、やっぱりここはバグルドライバーツバイでしょう。変身。なんか合わせてる感じじゃない？もう一回。音声も発光もズバイとすごい合ってる。ちなみにガチャットセット状態の見た目はこうですね。通常のバグルドライバーでは、これもまさかの結構合ってますね。もちろん今回も日本買いしておりますので同時差し行きましょう。音声がダブりすぎてもう何がなんだか。普通のガシャットならこんなにダブらないかな。マイティアクション X。なるほど。普通のガシャットならそんなに音声が被ることなく連動させることができますね。あと、
正面にライダー絵がありますから、これならフォームチェンジ系とかで連動させることで、絵柄をフォームチェンジっぽくすることもいけますね。というか1音目が長すぎてフォームチェンジ音声ともダブってますよね。さらに VRX のあれなんかおっしゃった、あ、戻るとあれか、待機音声か。なるほど、無敵モードいきましょう。タイムアップとまさかのタイミングバッチリですね。諏訪部さんつながりでクロニクルガシャットと連動させれば、やっぱり今こそ時は極まれりと VRX が被ってる。入れ替えると、なるほど、 VRX は他のガシャットサウンドをことごとくかき消しますね。では変身解除。まさかここに来て狩山博信さんじゃなくて諏訪部さんのボイスを聞きまくれるとは思いませんでした。はい、ということで劇場版仮面ライダーエグゼイドデラックスマイティクリエイター VRX ガシャットを紹介しました。一応これでエグゼイド関連の一般販売のガシャットも一段落って感じで、ちょっと寂しい気もしますけど、クライマックスにふさわしく特殊なサウンドのオンパレードで長ゼリフめの歌だったりとか、決め技じゃなくて神技だったりとか、クリアボディ仕様なんかもいろいろ面白かったですね。戦い方もこれまでのエグゼイドとはちょっと違って、いろんなものをクリエイトしながら戦ってましたから、総動でのアクションフィギュア化が非常に楽しみですね。というかエグゼイド終わるのやっぱ寂しいな。以上、劇場版仮面ライダーエグゼイドトゥルーエンディングデラックスマイティクリエイター VRX ガシャットの紹介でした。